鍵かっこ。おう、ダーリン。一生お気に入りです。あさっては愛知公演。楽しみま、ショコ。よし。できたぜ。全部言った。全部何が乗るか皆さん知ってる。よし。良きかな。シェア。あ、はなちゃんとのツーショット載せればよかった。投稿しちゃった。よいしょ。亀子さんの写真楽しみですね。私もまだ1個しか保存見つけてないから1個しか保存してない。メリニアとなんかこういうやつ。トモナムさんお疲れありがとうございます。載せました。全員の集合写真も載せようかな。もうちょっとしたら。載せ忘れた。ちょっとテンパって誰ですね。見てねーとかにして、見てね見てねー、もっともっと頑張って。キイちゃんキューキューキュー、ありがとうございます。テルンさんリップありがとうございます。投稿とりあえずストーリー投稿しました。コメントしたありがとうございます。コメントしてきたよ、ありがとうございます。帰宅中の方お気をつけて、本当にお気をつけて。ちょっと聞いて、気をつけてください。コメント、あ、コメントいっぱいありがとうございます。ありがとうございます。チキチキ、あきららさんキューキューキュー、ありがとうございます。ストーリー見るの早すぎるとダメらしいですよ。3階からだと髪型迷、確認迷った。やっぱ平松さん3階か。うちは見えました。こっちですよ。3階のうちは見えました。キララさんキュンキュン、ありがとうございます。コメント誰が誰だか分かる方もいれば分からない方もいますね。うん、ツイッターとかと同じアイコンだったら分かりやすいか。あと名前がそのままだったら分かるけど、名前がそのままじゃなかったりすると分かんないかもしれない。うん。ストーリーまだ見てません。面白い。人まで確認。そう、うちは何のうちわか分かってるから、そう意外と見えてます。顔までは確認できないけど、あ、このうちわは誰々さんだっていうのは分かる、分かったりする。1階にいました。絶対目あったの分かりますもんね。あの距離は。あ、トンボ生さんタワーありがとうございます。ありがとう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 とありがとうございます。トンボ生さん、トンボ生さんも来てくださってましたよね。こちら辺の1階のここら辺。後ろにもいらっしゃって、前にもいらっしゃって、ありがとうございます。皆さん来てくださって。うちわで覚えてる方もいらっしゃいます。ありがとうございます。ああ、ひろしさんお城ありがとうございます。ありがとうお城、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 
ロありがとう、シロありがとうございます。ひろしさん、このシラも3回までありますねありがとうございます。武道館の時目があった自信あるけど、やっぱ前の方だと目あった自信ありません？でも逆になんか私目合ってると思ってるけどなっていう時もあるかもしれないですね。私が勝手に思ってることもあるかもしれないマリアさん、だるまありがとうございます。勉強頑張ってください、ライブ行きたいんですけどって。勉強が終わったらぜひコラボ楽しんでいただけたら嬉しいです。あとは配信でね、ぜひ見てください。デルファイさん、キュンキュンありがとうございますうん、目あったかどうか、私は目あったと思ってる黒さん、星ありがとうございます。仕事の休憩中頑張ってください。ゆうちゃん、ファイティン。目と目があった時気まずくなったんだ目と目があった時、あ、このままいけば安明さんが勝ち投手。今できないんですもんね。平田さん、ありがとう、ありがとうございます。これは羊さんヘアって言います。イエイライブ中なので携帯はスクロールできない。スクロール、すいませんね、みんなメンバーはみんなスクロールさせていただいてますこれ本当にこうやってやってますよ、携帯のフリーでこうやって気づいたかな、あったと思います、私もあったと思ってます友永さん、欲しい、ありがとうございます。ライブ中に目が合うなんて思ってたんだ思ってましたよ私も客席スクロールしたら怒られそうですよあれですもんね、だってカメコタイムでも携帯電話でのカメラ撮影はダメですもんね見た目あった時気まずくなったんだ、見てない携帯スクロール楽しかったな今日今日も今日とて楽しかったですダメ絶対埼玉限定アク聞いておくれ、黒パー解消です。確かにパーカーか、確かにヘリコプターでは帰ってないですよ秒で会場出てます、割と。桜咲く音が聞こえ、日常すべてを彩り、景色を変える、見たことのないハートの風。ヘイブンサッパラありがとうございます。どこでもドア、そう、私はどこでもドアで帰ってるんですけど花束コロジーさん、かわいい、ありがとうございます。スクロール、ひょくちゃん、空飛べるって言われても信じられる、本当ですか？私空飛べるんですよ実は内緒にしてたんですけど。町岡さん、星ありがとうございます。今度貸してそう、滝脇嘘つかないんで美馬先生も見つけた一回のここらへんここらへん
すぐ言う。息を吐くように今は嘘つき。でも本当にメープルの匂いしたのは本当。絶対じゃあ買って匂い匂ってみてください。飛んでいくとよ。面白いねコメント欄も。匂ってきてください。本当に買わせるの上手だって嘘って言うから。どれだっけ、これか。いやメープル本当に。え、持ってる方いないんですかこれ。さっき一人いらっしゃったけど。あ、だんだん匂ってきたら。あ、でもこっちはにいよメープル。ヤオトさんキュンキュン、ありがとうございます。スクロール間違えちゃった。スクロール、桜咲く鳴き声。メープルの匂いです。花丸ヘアかと思った。これ花丸ヘアです。なんとでも言えるけど、で本当はここの三つ編みにしてこういうのをやりたかったんですよ。でこの埼玉みたいな感じにしたかったんですけど、ちょっとボサボサになっちゃうなって感じでこれにしました。ここでこうです、こういうイメージ。キーちゃんかわいい、ありがとうございます。ひみこさん、そう本当はこれが良かった。これだったら埼玉っぽいなと思って、こうやって。だけどカメコタイムが後半だったからちょっと諦めました。そう、愛知どうしようかな。愛知はうん、あれかなーっていうのはあるんですけど。でもともと今日もこれかなーって思ってて変えてるからわかんないです。あともう巻きが取れてますね割と。人生じいちゃん、くまもももももも、ありがとう。くまちゃんありがとうございます。人生じいちゃんありがとうございます。愛知はなんだろうね。ちなみに愛知何がいいですか。ちなみに、ちなむとピョンって出てる。ちなむと何がいいですかね。カンガルーヘ、なんでカンガルーなんですか、有名なんですか。失礼いたしました。ちなむと愛知来てくださる方とか誰がいいですか。あ、何がいいですか。シャチホコ、だからシャチホコって何の髪型ですか。山先生ありがとう、ありがとうございます。ドアラむずいな。友野さんかわいい、ありがとうございます。あー、 H の形がね、あれ恐竜って思ってました。エビフライ、ツインテール、ツイン系多いけどな。今日これにしようと思ったけどまたツイン系かとかいうのも思った自分的ね。横浜優勝ありがとうございます。川村さんやったね。あと一人さっき来てたもんね。イエーイ横浜優勝。5対 4?さっき同点って言ってなかったでしたっけ。9回で取ったんですか。同点9回2アウト1・2塁って言ってたよねさっき。
読んでないけど見てます、ちゃんとコメントありがとうございます。横浜優勝、やっとやっとね、ちょっとずつ勝っていきましょう、優勝していきましょう。ヤマト2点タイムリーツーベース、おお、ウェイウェイウェイ、なるほどね、ありがとうございます、教えてくださってあ、なんか横浜優勝、あのこのこれです、あのなん、わかりますか、このわーい、このこの手のあの顔文字のやつ、このこのやつ、これこれですメタルンさん、タコ、寺本さん、キュンキュン、ありがとうございます。あ、そうそうそう、それそれそれ、これですズッキーさん、ライブ楽しかった、ありがとう、ありがとうございます、こちらこそ。湘南シーレックスさん、バラ、ありがとうございます。そう、これがあの横浜優勝の左右につきますです。9回2点で5対3、ありがとうございます、やったね、やったね、やったね、しょこちゃん来たよ、ありがとうございます。名古屋飯なんか食べる予定ありますか。味噌串カツが買えればいいんですけど、前回スペイベンの時は買えなかったから。そう、あ、そう、誠さんのそれです、あの顔はつかないんですけど、そうそうそう、誠さんのそれです。あ、そう、ヒロさんのそれでもあります。スカイさんはあのすごい両方になんかわーいって顔もついてるけど、可愛いけど壊れちゃったよねかいのもとはしぶによ朝日輝う海に連なりそば立つ島島なればあらゆる国より船こそ通え横浜しか歌うんだねって来てたから、そう、味噌串カツ食べたいですね。時は優勝、ありがとうございますみつきさん、初見こんばんは、ありがとうございます。レイブフォーさんもありがとうございます。これやばいウェイってあ、そうです、太陽ホエールズだったところです。横浜の小中学校行ってた方は歌えると思います。横浜しか、横浜しか青春がありました。毎回入学式とか卒業式とか。ネイルはこの後落とします。キーちゃん、四つ葉、ありがとうございます。レッツダンスイズ横浜、今は桃船、桃地船美しい、美しいですね。琴美さん、初見こんばんは、ありがとうございます。アイシャドウはリメルです。今日はリメルのピンク使いました。髪の毛はここ編み込んで三つ編みがピーってなってそれを巻いてますフナイロさん、キュンキュンキュン、ありがとうございます。バイハート、ラブリー、ありがとうございます。いった、うわー、肘打ってビーンってなりました。あ、い
しびれたしびれましたわ、しびれ取りますわピーン、ここ肘打ったのにここ痛くなるってすごいですよね。ここがしびれました痛いやつ本当にたまになる。あのね、中学の時にもなった、一番痛かった今日の授業でそこ痛いよねって話になったタイムリーすぎる。わかる、そう、学校の椅子で、それ学校の椅子でやった、現役しびれ中、それ本当に結構前、そう、一番ね痛かった、テニスが右手でだから、その後のテニスがちょっとなんか支障をきたしたよねヘイブンさんリップありがとうございます。そう、電流走ります、ここピューってあーってなります、工房走るやっとわかった、難しい、尺骨神経、それが首までつながっていて手までしびれる、ここピーって尺骨神経が流れてるんですか、うふふ、バナナさんリップ、あれ間違えた、キュンキュンありがとうございますふふ足の親指親指はあったかな、足の、でも足の指はつったことあります、どっかの会場の2公演あった時、前回のツアーかな、で2公演あった時につった、終わってから着替え終わってから、しかもキイちゃんかわいい、ありがとうございます。ペンライト舞いすぎて 手首に絡まったわ、笑うどうしよう、おもろ足の小指を折ったことあります。あ、大宮公演中ではないです、両足なんかこんなんなってた初めて釣ったから、指、足の指びっくりびっくりって感じでしたね。大宮だったかな、リカちゃんさんリップありがとうございます。ウェンディーズのトリプル食べた時あごつりそうになったのもらうゆっくり食べましょう、全部一気にはいけないですよショコちゃん振り大きくてかっこよかった、嬉しい、ありがとうございます、やったね、顎つ、顎は釣ったことないかも、あるかな、顎は釣ったことないな彩香ちゃんのヒールがスカートに引っかかった話すごかった、あ、でもたまにありますよ、で引っかかるまではないけど、あのしゃがんでて立つ時にあのヒールで踏んじゃってるとか、スカート踏んであーってなる時は結構あったりするかも、あるあるかもしれない。でも可愛いね、ありがとうございますトリプル本当に大きすぎ、ハンバーガー本当に、パティが本当に、パティがあの1枚が太いから分厚いから3枚だともうわーって感じ。キーちゃん星ありがとうございます。私はスカートをこう踊ってる間にこういう振りでスカートのがすごいレースで小指にそのレース突っ切っちゃってビーってなったことあります。
リプル食べましたよ昨日。ベーコンダブルね、美味しそうだった。でもワイルドロック気になります。めっちゃ笑われてる。もう夜遅いでは笑う。元気です、はい元気ですって言ってます。あと黒くも1時間ぐらい起きてますからね。深夜テンション。ワイルドロック美味しかったですか？気になりますね。だから次はワイルドロックにしようかなとか思ってる。もし次あのファイルの時に31以降。肉さん、ご飯バーガーはあるけど肉バーガーってなくないですか？三日月さん、初見こんばんは、ありがとうございます。ビッグベーコンクラシックはどれだ？美味しそう。でもくで肉を挟んでます。ヘイブンさん、キュンキュンありがとうございますね。斬新です、お肉挟んで。おいしめふかしでした、本当においしめふかしでした。こんばんは、こんばんは。ハセちゃんお疲れ、ありがとうございます。あ、明日の何時からだっけ、あれはあれはあれは。あのグッズ間違えた。明日のお昼12時から、ん、明日か、明日のお昼12時から生写真セットとかん ランダム缶バッジがあって倍です。うわ、全員の写真カラフルでいいですね。イエイ、みんなで埼玉ポーズしました。はい、聞いてください。はい、埼玉ポーズで気づいたことある人。この全員のポーズのやつで、なぎさが投稿してます。これはヒントは私とキアラタンです。平内さん、キュンキュンありがとうございます。気づいたことある人、今急いで見に行ってるかなみんな。キイちゃん星ありがとうございます。ちょこちょこ来てるね。後で見る、後で私もじゃあ載せますね。正解はみんな埼玉ポーズをしてるのに、キャータンと私だけ片手だけショコラポーズしてます。すいません。キャータンが最初見て片手だけショコラポーズって言ってたから、あ、じゃあ私もしようってやりました。こうです。こっちは埼玉ポーズなんですけど、こっちはショコラポーズしてます。すいません。ふざけました。二人して、当たったから褒めてください。はじちゃん可愛い、ありがとうございます。あ、間違って、公式の見てた。渚が上げてます。やばい、お腹空いてきた。
そう、キャタン発信でした。キャタンがショコラポーズしてくれてたから私もしようと思って。確かにキャタンとサナツン指ハートみたいになってるね。確かに、なんかこうなってる。確かに。でも今日瞳ショコラポーズって言ってこうやってやってた。大リリみたい。公式の見てた？そう、なぎさ、私も投稿しますね。後でインスタに、あ、ツイッターも投稿しようかな。ちょーちょー。え、なんかまたバグってる？インスタやめてよね、バグるのやめてよね。バグ大丈夫だった、大丈夫でした、大丈夫でした。ももかさん、埼玉くんお疲れ様、ありがとうございます。皆さん、ウィッシュは全然違いますよ。面白い。全員の載せようかな。ショコラポーズはこれです。楽しみましょうか。滝脇しょうか。カイトさん。あなたもありがとうございます。ヘイブンさん、キュンキュン、ありがとうございます。載せますね、後で全員の写真もツイッターにもインスタにも載せようと思います。もう一投稿しちゃおう。ヘイブンさん、キュンキュン、ありがとうございます。あ、花ちゃんとのツーショットも載せたいんだった、メモっとく。花ちゃんとのツーショットインスタに載せるって、思った。ポーターリン。待ってます。ありがとうございます。キーちゃんリップ、ありがとうございます。もう一投稿見に行っちゃおう。何投稿して、何投稿でもしてもろて。いっぱい見てください。でもできて偉い、ありがとうございます。だいたい昼夜なんですけど、アンコール前に撮っ、いや、お、始まる前に撮ってます。さすがにね、アンコール前バタバタすぎません？あそこほぼ早着替えですからね。よいしょ。あ、危ね、飛ばしちゃった。そう、始まる前に衣装を着てて、写真撮ってから桜の衣装になってます。うん、です。そういう感じです。ね、って本当定期、本当に定期。沖縄さんリップ、ありがとうございます。嬉しい。萌えかさん、ありがとうございます。なるへそ、そうですよ、全公演そうです。基本的に一番いいね状態です。こんな出てないですよ。そう、お腹すいてきちゃった。ベレー帽かぶるかどうかはしょうこちゃんが決められるの。そうです、
基本的には被るんですけど、髪型によっては被れない時もあるから、そういう時は違うのにしていただいてます。です。基本的にはそれ以外は被りたいなって思ってます。羊さんはどうですか？久々に。ラーツさんに会う、ありがとうございます。そう、これにベレー帽かぶれないから。ベレー帽が好きですか？ベレー帽の方が見つけやすいですよね、圧倒的に。ただね、もうピンが本当にあそこめっちゃ早着替えだから、ピンがね、ヘアさんが一番の山場って言ってました。はるちゃん、ありがとう、ありがとうございます。早着替えだからね、ヘアさんも大変。でも瀬戸的に、そう、あんちゃんもベレー帽なんですけど、あの瀬戸的に私の方が後だから、そうそうそう、早着替えなのです。なのです。やばば、今日ヘアさんから聞きました。あそこが一番の山場だって。やばい、お腹空いてきちゃった。でもなんもないや。今日は今日の朝ごはんは福岡で差し入れでいただいたカップラーメンを朝に食べました。美味しかったです。さしこいのちさん、リップありがとうございます。これから食べないか。そうかせんべいね、食べてない、もらってない。今日はクッキーいただきました。はなちゃんのお家かな。うまかっちゃまだ食べてないです。ライブで一番最初に確認するのはしょこちゃんの髪型。まあ髪型で判断できる時ありますもんね。そう、ストーリーのやつです。ラーメンでも食べて。腹減った、腹減った。地元であのカップ麺食べてた。お、おそろっち。そう、ストーリー、ストーリーに載せました。朝、朝です。一番楽しそうに動いてるのがしょこちゃんだから、それがめじ、あ、嬉しい。これからも一番動きます。やったぜ。カップ麺が食べたくなる時間わかる。もうちょっと後じゃないですか。夜ご飯が7時8時ぐらいで、11時ぐらいにカップ麺が食べたくなるんですよ。ね、なんかすいちゃう。皆さん夜ご飯何でか食べましたか？ライブ来たとか、来たかったとかは、会場来てくださった方とかはなんか食べたのかな。埼玉っぽい山田うどんとか。嬉しい、一番動いてるし一番楽しそうに見える。嬉しい、ありがとうございます。夜ご飯ウェンディーズいいですね。最高か。自宅着いた、お疲れ様です。ありがとうございます。お帰りなさい、来てくださってありがとうございます。こんばんは。今日も京都でウェンディーズ。おー、ありがとうございます。ありがたや、ありがたや。ありがとうございます。もう制覇しちゃうんじゃないですか皆さん。冷し中華好きです。水餃子作ったらいいですね。揚げ物、あ、ポテトとかチキンとかそういうことですか。さっきトリプル食べました。コースターのあったんですけど、もうそれは炊き分けですね。
私もトリプル食べてコースターナータンでした。コースター見ますか。じゃーん。コースターナータンです。メープルの匂い。さっき入れたやつ。そうです。あ、お腹鳴った。そう、トリプル食べてナータンを出したら滝脇です。嘘、聞こえた？はずみざわ。お腹鳴る音が聞こえ。ちょうど喋ってなかったからね。お腹すいたぜ。ライブ終わってからね、食べてないかもしれない。食べたっけ、なんか。食べてないかも。ポカリ飲んだぐらいか。ちゃんいつも髪型そのままで配信してくれるけど痛くはならないです。あ、でもキツキツでお団子とかポニーとかやると解放ってなりますけど。取ってみますか。じゃあピンが何本か皆さん数えててください。この羊さんヘアピンクが何本でしょうか。予想してみてください。どこか探すんですよ。よいしょ。羊が2匹。すごいいっぱい来てる。羊が3匹。羊が、あ、お腹鳴った。羊が4匹。羊が眠くなるよ。羊が5匹。羊が6匹。羊が7匹。羊が8匹。羊8匹でした。どうですかこの髪型。片方は羊が8匹でした。イエイ。こんな感じでこう三つ編みになってます。ここが編み込んで三つ編みで、これをこうぐるぐるってでやってくださってこうできてます。イエイ。バナナパチパチパチ。じゃあ反対側もいきます。左右で違うかもしれないし。あ、これはねそんなにねきつくなってないから。羊が1匹。羊が2匹。羊が3匹。羊が4匹。羊が5匹。羊が取れない。羊が今5ですか。羊が6匹。6匹。羊が7匹。以上。あれ、こっち何匹でしたっけ。8でしたっけ。15本でした。どうですかこの髪型。7本と
8だね。7本と8本でした。15匹でした。バナナさん、パチパチパチ、ありがとうございます。これをこうやってやるとマイカの髪型になります。ここを外してね、こうやってやるとよくやる、よくマイカがやる髪型になります。1本少なかったね、こっち側は。ポールさん、いいね、ありがとうございます。かわいい髪型。左右違いましたね。でも大体一緒なんですね。皆さん当たりましたか？羊15匹でした。でもここの中に8匹入ってると思わないですよね。友玉さん、ありがとう、ありがとうございます。あって3、4本じゃないかなみたいな、ありません？ここの中に。77予想した。結構刺さってますよね。大変ですね。ピンはいっぱいありますよ。これ部屋さんのだしね。15匹、全部で15匹。お腹空いた、ずっと鳴ってるぜ。よし、今三つ編みほどいてます。はい、すごいクルリンってなってる。さしこいのちさん、かわいい、ありがとうございます。高鳴ってるよ僕のお腹が、イエス。これでお風呂が入りやすくなりますね。よいしょ、すごいボンバーン。このじいさん、キュンキュンキュン、ありがとうございます。髪の毛抜けてる。よいしょ、こっちもほどこうっと。クロジーさん、ありがとうございます。ほどいてます。まあお風呂入ったらいい感じになり、ストレートになりますよ。だってもうこっちとか巻いてたのに、これ先っちょだけほぼね、だいぶ。知らない、染めたてのハイトーン、似合うと思う、やぶさんずく。ひらおとさん、かわいい、ありがとうございます。やったん、すぐ数えたか、寝る気がこれ取れない。お腹空いてきた、羊食べちゃおうかな、ラム肉。ヘブンさん、尊い、ありがとうございます。もうちょっと、へい、くるくる。あ、この髪型結構大変かもしれないですね。確かに、見てください。あいち、何にしようかな。ラム肉ないです。この肉、イエイ、こんな感じ。寝るまで何も食べないですよ。かき氷。リカちゃんさん、キュンキュン、ありがとうございます。あ、瞳はね、オーダーリンに合わせたって言ってたかな。はい、ほどけました、全部ほどけた。これが、これでお風呂に入りやすいです。ヘイブンさん、キュンキュン、ありがとうございます。ストレート
ドアが開いたら今日もいるのかな。いつものショコになりました。いつものショコこんなボサボサしてますか。よいしょよいしょよいしょ。もうすぐ5000人、じゃあ5000人になったら終わろうと思いますっていう適当なね終わり方をします。かわいいよーって、ありがとうございます。ねえねえしょこちゃん、今日もかわいい、かわいいよー。拍手会コンサート会いに来て行くよ。え、超えた、私の画面超えてないんですけど。キイちゃんかわいい、ありがとうございます。私のは更新、あ、更新された。5040人、ありがとうございます。かわいいよっていっぱい来た、やったー。ポールさんお疲れ、ありがとうございます。ではランキング読もうかな。ランキングタイム。狐のゴンさん、かわいい、ありがとうございます。ランキング読みたいと思います。ランキング13位、七色さん。12位、てるんさん。11位、クロさん。10位、みやひろさん。9位、トッシンさん。8位、バナナさん。7位、人生じいちゃん。6位、ポールさん。5位、キーちゃん。4位、MK さん。3位、トンボ玉さん。2位、しんちゃん。1位、ひろしさんです。ありがとうございます。ありがとう。しょこら2列目、ニックさん、ヘイブンさん、アリスちゃん、ファインゴールさん、ウサさん、まことさん、ゆきだんごさん、高市さん、とっちゃん、たーくん、マーシーさん、けんけんぱさん、りかちゃんさん、ことらちゃん、ころじいさん、さとしさん、ささパンダさん、はせちゃん、さしこいのちさん、あおちゃん、とっきーさん、ひらわたさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。5089人の方が来てくださいました。ありがとうございます。たくさんの星投げ、たくさんのゲスト、たくさんのコメント、ありがとうございます。そしてたくさんタワー、ありがとうございます。ありがとうわ、ありがとうわ、ありがとうしろ、ありがらぶれた、ありがとうございます。本当にひろしさん、しんちゃん、ともだまさん、ありがとうございます。嬉しみふかし、やったぜ。ぜひ皆さんこの滝脇タオルとかもゲットしてみてください。滝脇タオルは結構目立ちます。滝脇タオルが目立つっていうよりかはみんな違う色なのでわかりやすいです。ゲットしてください。あと写真、生写真ケースとかもね、メープルの匂いするので一回買って匂ってみてください。ということでそろそろ終わりたいと思います。終わりたいと思います。明日の12時からは新しいグッズ販売になります。ぜひチェックしてください。よろしくお願いします。ということで全国ツアー in 埼玉公演来てくださった皆さん、ありがとうございます。ありがとうございました。配信見てくださった皆さんもありがとうございました。今までで一番黄色とオレンジのペンライトが多かったんじゃないかなって思います。来てくださった皆さんありがとうございます。2階3階席の皆さんもありがとうございました。ということでね、この後はまあインスタちょっと上げたりとかしようかな、全員の写真上げようかなと思います。ということで終わりたいと思います。ありがとうございました。感謝、バイバー。今日は金曜日なので土日お休みの方が多いんじゃないかな。ありがとうございました。おやすみなさーい。おやしょこー、バイバーイ。